ナンバーアンダーラインアイのライブツアーが大成功。メンバー3人の感動的なインスタグラム更新にファン大興奮。ライブの余韻が冷めやらぬ中、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが SNS で感謝のメッセージを投稿。先日行われたナンバーアンダーラインアイのライブツアーが大盛況のうちに幕を閉じた後、彼らの3人のメンバーが同時にインスタグラムを更新し、ファンや SNS を大きく賑わせました。 この動きはツアー終了直後に行われ、ライブの余韻がまだ冷めやらぬ中、ファンたちは次々と投稿された写真やメッセージに熱狂しました。SNS 上には感謝や感動のコメントが溢れ、メンバーへの愛情が一層深まる瞬間が描かれていました。ライブの中で感じたエネルギーや感動が、そのままオンラインに移行し、ファン同士の絆も深まる結果となりました。ライブでは、 メンバーそれぞれが圧倒的なパフォーマンスを披露し、観客を魅了しました。彼らのステージングには一切の妥協がなく、音楽的な才能だけでなく、ダンスや表現力、そしてファンとの距離感を保つ力においても、まさにプロフェッショナルとしての一面を見せつけた瞬間でした。それぞれのソロパートでは個性が存分に発揮され、会場は何度も大歓声に包まれました。その中で特に印象的だったのは、 翔くんが突然発した優しい言葉に、多くのファンが感極まって涙を流した場面です。この不意の一言が、多くの人々にとって忘れられない瞬間となり、その感動はライブ後も長く語り継がれることでしょう。ライブの2日間が終わった後、ファンは彼らの SNS 更新に夢中になり、次々とコメントを寄せていました。最高のライブをありがとう、感動しました、といったコメントが相次ぎ、感謝の意が溢れています。 さらに、ライブ後の余韻に浸りながら、次回公演の福井に期待を寄せる声も多数ありました。特に、宮城での公演が終わり、次なる福井でのパフォーマンスに向けて意気込むメンバーの姿勢が、ファンにとって大きな励みとなっているようです。ナンバーアンダーラインアイのメンバーがインスタグラムで公開した写真の中には、伊達政宗をイメージした兜をかぶった姿もあり、その意外性と可愛さでさらに話題を呼びました。 特に騎士君が持っていた刀は、歴史的背景を彷彿とさせるアイテムでありながら、どこかコミカルな雰囲気を醸し出しており、ファンの間では、可愛すぎるとの声が続出しました。このような遊び心あふれる投稿は、彼らがライブ中だけでなく、普段の SNS 活動でもファンを楽しませ続けている証です。また、ファンクラブ限定の映像公開の予告も、ファンをさらに盛り上げました。 宮城での公演の様子がファンクラブで公開される予定だというニュースは、ライブに参加できなかったファンにとっても大きな喜びとなり、ますます期待が高まっています。このような細やかな配慮が、彼らのファン層を広げ、より深い結びつきを生んでいるのでしょう。ナンバーアンダーライン愛のライブは単なる音楽イベントではなく、ファンとの心の交流の場でもあります。彼らはステージ上でパフォーマンスをするだけでなく、 その後も SNS を通じてファンとコミュニケーションを図り続けています。このような双方向の交流が彼らの人気を支えている一員であり、ファンはその一瞬一瞬を逃すまいと、SNS を通じてメンバーの動向を常に追いかけています。ライブ中の感動的な瞬間の共有はもちろん、ライブ後の日常的な投稿までもが、ファンにとってはかけがえのない時間です。翔くん、岸くん、 そして神宮寺くんの3人は、それぞれが個性的でありながらも、ファンに対する深い愛情と感謝を示すことで、唯一無二の存在となっています。その姿勢がファンを引きつけ、ライブが終わった後もその熱は冷めることなく、次の公演や SNS での更新を待ち望む声が途切れることはありません。今回のライブツアーは、ナンバーアンダーライン愛にとって大きな節目となるものであり、 その成功が彼らにとってもファンにとっても新たな希望を生み出しました。ツアーが進むにつれて、ファンの間での期待感も高まり、SNS 上では毎日のようにツアーに関する投稿やコメントが寄せられています。特に宮城公演の2日間は、ファンにとっても特別な思い出となり、その思い出を共有し合うことで、ファン同士の絆も深まっていく様子がうかがえます。ライブ終了後のメンバーたちのインスタグラム更新は、 まさにファンにとってのご褒美のようなものでした。日常に戻りつつも、ライブの興奮を忘れさせないような投稿が次々と行われ、その度にファンたちは熱狂的な反応を見せています。また、ファン同士が SNS を通じて情報を共有し合い、それぞれの感想や感動を語り合うことで、SNS はまさにナンバーアンダーラインアイファンのコミュニティとしての機能を果たしています。福井での次回公演に向けて、 ファンたちはますます期待を膨らませており、その準備段階からすでに SNS 上での盛り上がりは始まっています。福井公演の情報が公開されるたびに、チケットの争奪戦が予想され、ファンたちはその情報に敏感に反応しています。ナンバーアンダーライン愛のライブは単なる音楽イベントにとどまらず、ファンとの感動的な交流の場であり、その一体感が彼らの活動の最大の特徴と言えるでしょう。ファンはライブを通じて、 ナンバーアンダーラインアイとの特別な絆を感じ、彼らの成功を自分たちのことのように喜んでいます。そして、SNS の存在が彼らの活動をさらに広げる役割を果たしています。ライブ中の感動をそのまま写真やメッセージに残し、ファンにリアルタイムで共有することで、ファンの興奮を維持し、次回の公演への期待を高めています。ライブツアーはまだ続いており、 次なるステージでの彼らのパフォーマンスに期待が集まる中、ファンたちはこれからもナンバーアンダーライン愛と共に歩み続けることでしょう。このように、ナンバーアンダーライン愛のライブツアーは音楽的な成功だけでなく、ファンとの強い絆を築く場となっており、その活動が SNS を通じてさらに広がりを見せています。ファンはライブという一瞬の時間だけでなく、日常的な SNS の更新やファンクラブのコンテンツを通じて、 常に彼らとのつながりを感じることができるのです。この特別な関係が、ナンバーアンダーライン愛の活動を支え、彼らの人気を不動のものにしているのです。ファンたちは、これからも彼らの成長を見守り、応援し続けることでしょう。また、福井での公演に向けて、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは準備を進めており、SNS での投稿からは彼らの気合が感じられます。 メンバーそれぞれが次回の公演に向けたリハーサルの様子や、福井の地元の風景を背景にした写真を投稿することで、ファンの期待をさらに高めています。福井は彼らにとっても新しいステージであり、これまでの公演とはまた異なる魅力を見せるだろうという予感が、ファンの間で話題となっています。また、彼らの SNS 更新には、福井の地元の特産品や観光スポットについても触れられており、ファンたちはライブのためだけでなく、 福井という地域そのものを楽しむきっかけを得ています。このような地元との結びつきを大切にする姿勢は、ファンにとっても彼らの魅力の一つであり、ライブツアーが単なる音楽イベントにとどまらず、文化交流の場としても機能していることを示しています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、音楽活動だけでなく、そのライフスタイルや日常の一面を SNS を通じて公開することで、ファンとの距離感を縮めています。 特に、彼らが日常の何気ない瞬間を共有することで、ファンはその親しみやすさに心を打たれ、彼らとの一体感を感じることができます。最近の投稿では、神宮寺くんが福井でのリハーサル後に地元のレストランで食事を楽しむ様子をシェアしており、そのリラックスした姿にファンからは、彼らも私たちと同じように日常を楽しんでいるんだ、といった声が寄せられました。こうした日常の一コマがファンにとっては大きな喜びであり、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーがどれほどファンに対してオープンであるかが伺えます。このような SNS 上での活動が、彼らのファンベースを広げる一助となっているのです。特に、海外のファンからもコメントが寄せられ、彼らの活動が国境を越えて愛されていることが確認されます。彼らのライブツアーが続く中で、このような国際的なファン層とのつながりが、さらに彼らの活動を後押しする要素となるでしょう。 ライブという現場でのパフォーマンスだけでなく、SNS やファンクラブといったオンラインでの活動を通じて、ナンバーアンダーライン愛は一貫してファンとの関係を深めています。彼らの活動は、単に音楽を楽しむだけではなく、ファンとの絆を築き、共有し続けることに重きを置いています。このような活動が、彼らのファンを特別な存在と感じさせ、ファンもまた彼らを支える一員であるという自覚を持たせています。 特に、ファンクラブ限定で公開される映像やコンテンツは、ファンにとって大きな特典であり、ライブツアーの余韻を楽しむだけでなく、彼らの素顔や舞台裏の姿を垣間見ることができる貴重な機会です。ライブツアーが続く中で、こうした限定コンテンツの充実がファンの期待をさらに高め、次の公演への期待感を増幅させています。福井公演が終了した後も、 ナンバーアンダーライン愛の活動はますます加速していくでしょう。ライブツアーが進むにつれ、彼らのパフォーマンスはより成熟し、ファンとの一体感も深まっていくことが予想されます。彼らが次に目指すステージや、ファンとのさらなる交流の形はどのようなものになるのか、その進化を見守り続けるファンにとって、毎回の公演が新しい驚きと感動をもたらしていることは間違いありません。このようにして、 ナンバーアンダーラインアイのライブツアーは単なる音楽の枠を超えて、ファンとの強い絆を築く場となっており、その影響はライブ会場の外にも広がっています。SNS を通じて彼らの活動は常にリアルタイムで共有され、ファン同士のコミュニケーションも活発に行われています。彼らのファンベースは年々増加しており、その人気は国内外を問わず広がり続けています。ファンとの絆が彼らの音楽活動を支え、 そして彼らもまたファンに対する感謝の気持ちを常に忘れずに表現していることが、ナンバーアンダーライン愛の最大の強みです。今後も彼らの活躍は続き、ファンとの物語はさらに深まっていくことでしょう。